どうもヒカルです。こんにちは。マーベルズ見たよー。はい、皆さんご覧になりましたが、11月10日公開の MCU 最新作マーベルズ見た？ちょっとこう慣れない感じで撮ってるから、ふわついてますけれども、結論から言うと、普通じゃなかったっすか？いや、こんなあんま言わない方がいいんでしょ。こんなこと言うとさ、お前は分かってないとかさ、言われたりすんのかなって思うんすよ。だってそれが怖くてガーディアンズ3の感想を上げれてないんだもん、僕。ね、他の YouTuber の人たちの感想動画見てさ、ちょっとでもこう、火の部分あったりしたらさ、いや、こいつは分かってない。MCU だからこれは面白いんだ。お前は、何も分かってないみたいな、そういうコメントがバーってなったりするじゃないですか。ちょっとそれは怖いなって思ったんですけど、まあ言うても底辺 YouTuber なんで、そんなコメントも全然来ないだろうと。まあ本当はコメントいっぱい来てほしいんですけど、そういうコメントでもいっぱい来てほしいんですけど、コメントは来ないだろうなって思ったので、はっきり言います、そんなに面白くなかったそんなに面白くなかったくない？まあどっちだよって話ですけど、面白くなかったわけではないですよ。なんていうか、良くもなく悪くもなくみたいなキャラクターのね、この3人、キャロル・ダンバース、モニカ・ランボー、カマラ・カーン、この3人ですよ。この3人もすごく魅力的なキャラクターたちだからさ、僕はすごく好きなんですよ。ミズ・マーベルはドラマ見てないんですけど、知られざる秘密みたいなディズニープラスの10分ぐらいのやつ、あれだけで済まして見に行っちゃったんですけど、このね、キャラクターたちはすごくいいんですよ。すごくいいんです。特にやっぱカマラカーン、カマラちゃんがすごくいい。というかカマラちゃんの家族がすごく良かったよね。厄介な家族というか、いちいち口出ししてくる過保護なタイプのお母さんとか、放任主義なのかそれとも厳しいのか分かんないお父さんだったり、ちょっと自由人っぽそうなお兄さんとかで、そことニック・フューリーが絡んだりするのもすごく楽しくてさ、面白い面白いって思いながら見ててさ。でモニカ・ランボーとかも良かったですよね。キャプテン・マーベルではちっちゃい子供の頃の姿で出てきて、ワンダビジョンでワンダを攻略するためにモニカが行ったわけじゃないですか。で、そこでね、ビューッシュー、ビューッシューみたいな感じで光のパワーをゲットしてね、メインになってるブリー・ラーソンが演じるキャプテン・マーベルことキャロル・ダンバースですよ。本当に好きです、僕は。出てくるキャラクターとかすごく良かったなって思うんです。星のほとんどが海の歌って踊るみたいな星ですよ。あそこで出てきたパクソジンもすごく良かった。うん。で、やっぱ猫ちゃんとかはやっぱすごい可愛いしね。ただやっぱこう、面白かったかって聞かれると、いや、そんなことないかも、ってなるし、じゃあ面白くなかったのって聞かれたら、いや、そういうわけでもないんですよね。みたいな。もう良くも悪くも普通な、良くも悪くも面白くはない映画だったなって思うんですよね。なんかこう、ヴィランのさ、キャプテン・マーベルが目の敵にしてるクリージンのやつ、なんか全然今まで見てきたことあるなみたいな敵キャラだったし、でさっき言ったね、歌って踊るパクソジュンの星もさ、ヘンテコでね、可愛らしい、楽しそうみたいな、あ、ディズニープリンセスってことみたいなの思いながら見てたけど、後で思い出すほどあの星が印象的だったかって言われると別にそうでもないなと思うし、何しろ今作の見どころのさ、スイッチアクション、誰かがパワーを使うと他の誰かと場所が入れ替わってしまうっていう、すごい面白いじゃないですか。この3人が場所を入れ替わりながら戦うっていうところ、このスイッチアクションすげえ面白いのに、スイッチアクション練習するところ、リンゴをポンってやって入れ替わって、キャッチの飛びで入れ替わって飛んで回してみたいなさ、そういう練習のところあたりまではすげえ面白かったのに、その練習した後のいざボスとの戦いみたいなところのスイッチの感じ、スイッチアクションの感じは、いやまあ前半の方が楽しかったかなっていう、なんかその別にそのね、後々スイッチを生かした戦い方しますとか、別にそういうわけでもなく、敵がなんかこう、この3人が今回置かれてしまったパワーを使うと入れ替わってしまうみたいなことを生かして倒せるようなキャラクターだったらまだ良かったと思うんですけど、別にそんなことなかったじゃないですか別にね、この3人がダーベンだっけ、入れ替わらなくてもそういう設定じゃなかったとしても、この3人で対マンで勝てた相手じゃないですか。っていうか、なんならキャロルだけでいいと思うんですよ。だからそこのスイッチアクションの最初の下りとか、カマラの家に行っちゃってさ、ガバシャーンみたいな、ああいうところはすごい面白かったし、予告でもね、あ、ここ面白いんだろうなって思いながら見てましたけど、まあね、それ以上のものが出なかったなっていうのがちょっと残念でしたね。でまあオチもさ、まあそうなりますよねそうなったらそうなりますよね。別にそれの予定調和だとかそういうことを言いたいわけじゃないんですよ。そこのね、予測つかない感じとかも別に
なかったし、まあなんだかんだ頑張って倒すんだろうな、まあなんだかんだ問題解決するんだろうなっていう、そのなんだかんだの部分が濃く描かれてなかったんじゃないかな。そこら辺を期待してたものはあんまりなかったなっていうので、こうツイートとかさ、レビューとかも見たんですよ。次の大型イベントに向けての休憩みたいな、中継ぎみたいなね、これがあってこれがあってでかいのに進むから、ここはまあそんなんでもいいじゃないっていう感じでね、あのいろんな人が言ってたんですけど、そうなってくるとねえ、いらなくない？映画でやる必要なくないっすかって正直思っちゃうんですよ。いつまでも昔のこと言ってんじゃないよって言われるかもしれないんですけど、最初の集合作のアベンジャーズに向かうまでのアイアンマンとかキャプテンアメリカとか、あとインクレディブルハルクとかマイティーソーとか、賛否両論ある作品もありますけど、これはもう完全にさ、ちゃんとその一個の作品としてかなり面白くて、最後の最後で、あれ？これ続くの？あれ？これ繋がってんの？一個でちゃんと満足できたじゃないですか。それこそ、ガーディアンズ1とか2とか、アントマン・ワスプとか、結構その一作でちゃんと満足できる映画だったじゃないですか。で、ここであそこの場面と繋がってくるんだみたいな、そういう面白さがあったじゃないですか。でも、このマーベルスは、別にその中身が面白いわけでもなく中身がこう特筆して面白かったなと思うところも別になく、ラストにホークアイに出てきたケイト・ビショップ、僕ケイト・ビショップすごい好きだからさ、うわーやったーケイトーってなったけどさ、そりゃなるじゃん。中身すげー面白くて、最後にケイトも出てきたら、え、こんなに面白かったのにまだ他のやつらと繋がるんですかっていう面白さが、今まで感じてたね、フェーズ1とかフェーズ2で感じてた面白さがやっぱあったと思うんですけど、その中身本編がそんなにね、満足いく、僕が満足いく内容じゃなかったから、あーなるほどね、まあいいんじゃないですか。うわケイト出てきた、なる、そりゃ当たり前じゃないですかその後のさ、ポストクレジットで別事件に行くことになってしまったモニカがね、あの X-Men、 僕ちゃんと X-Men シリーズ見てないからさ、 X-Men のやつらが出てきて、でお母さんにそっくりかと思ったら全然違う人でとか、なんかそこら辺もさ、なるほどね、ここからは X-Men も絡んでくるんだと、面白くなりそうだぜってなったし、まあ、それはそれでね、あれもテンション上がるんだけど、いやもうでもそればっかじゃん今そればっかかりじゃないですか。あまりにも見た後の感想がポストクレジットとか終わりの本当にお尻の方で出てきた別作品のキャラクターについての感想とか、もう最後の印象しかない。あの映画どうだったかなって思い出した時に、中身よりも次回のアベンジャーズはこうだぜみたいな、そういうのしか残らないのってやっぱ良くないんじゃないかなって思うんですよね。そりゃスコセッシも言いますわ、そりゃスコセッシもね、シネマじゃないって言いますわ。デザートだけ美味しくても意味ないんですよ。メインディッシュも美味しくあれって思うんですよね。それで、あの、お家帰って YouTube とか見るとさ、そのマーベル考察系の YouTuber とかがさ、次の展開はこうで、あれはあのコミックスからの引用で、これはこうで、みたいな、コミックスの知識と今後どうなるのかなっていう予想で盛り上がってるじゃないですか。予想と考察と答え合わせで。で、なんかそこだけで、こう、楽しくなる映画って、つまんなくないってやっぱ思っちゃうんですよね。だからといってね、じゃあお前が思う面白い映画ってなんだよって当ててみろよって言われると難しいんですけど、僕はやっぱ本編が面白くて、もうその本編を見るだけで一旦もう、あ、よっしゃ今日これ見れて最高、勝ちってなれるような作品が、映画であっても演劇であってもドラマであっても漫画であってもゲームであっても、一回見て一回プレイして一回読んで、それだけでがっつり満足できるようであれって思うんですよね。まあ僕がね、こう、まあ、マーベルの見方、マーベル作品を見るときのメガネに付け替えていかなきゃいけないのかなとか思うんですけど、それでもね、続編とかで面白い作品ってこれまでもいっぱいあったじゃないですか。ブラックパンサー、ワカンダフォーエバーとか、ワカンダフォーエバーとか、ガーディアンズ3見た時の、ああ、いいもん見たなーっていうのは、ちょっとここ最近ないなーって思っちゃうんですよね。もちろんね、その二つが一応完結作みたいな感じで置かれてたから、そりゃね、その一個の作品をちゃんと終わらせる、一個のシリーズをちゃんと終わらせましょうっていう気概で作られてるから、そのシリーズのファンが満足いくようには
すごい作られてるには作られてると思うんですけど、一個映画として MCU 作品じゃなくて映画として見た時はやっぱりね、ここ最近だったらあの2つの作品とか、それこそノーウェイホームとか、そこら辺の満足度ってやっぱり高かったな、ぎっしりずっしりきたなっていうのがあって、だからこそ今回のマーベルズはいまいちだったというか、ちょっと がっかり、ちょっと残念だったなって思うのが正直なところですよね。なんかもう晩飯のこと考えながら昼飯食べたくないんですよね。昼飯食べてるときは昼飯のことだけ考えてたいし、晩飯食べてるときは晩飯のことだけ食べてたい。あ、これ美味しいな、どうやって作ったんだろう、何を使ってるんだろうとか思いたいんですよね。たださ、MCU のさ、やらしいところってさ、予告はめっちゃ面白そうなんですよね。今作のマーベルズもさ、最初に出た予告めちゃくちゃ好きで、めちゃくちゃ面白いじゃん、これ。絶対楽しみ、絶対見る、絶対最高って思ってたんですよ。で、予告が更新されるたびに、あれ？あれ？あれ？あー、あー、あー、あーってなったんですけど、この次に配信されるのが、エコー？あれ、めっちゃ面白そうじゃない？エコーめっちゃ面白そうじゃない？その最近の MCU の発表みたいなの見たんですよ。このエコーはもう本当にこれ単体のこれだけでも楽しめる作品ですみたいな、そういう発表されてたじゃないですか。だからこそより楽しみだし、あの予告見ちゃったらもうこれは絶対面白いだろうみたいな、ケビン・ファイギの罠にまんまとハマっていって、あんまりねもう期待しすぎない方がいいんだろうなっていうのは思いつつ、でもね、あんな面白そうな予告やられちゃったらやっぱり楽しみになるじゃないですか。だから僕らはね、もう一生こうケビン・ファイギに操られる痛い手な一消費者でしかないんですよねということで、映画マーベルズについてのネタバレありの感想動画でございました。面白かったよっていう人はチャンネル登録していただいて、面白くなかったよっていう人もチャンネル登録していただいて、今後も一緒に MCU 楽しんでいきましょう。タネチャレンジでした。あざした。